はい、どうも藤です。テラーのお時間でございます。さあ今日は何を読もうかな。おすすめからね、またやっぱり評価が高いのを読んでいこうかなって思うんだけど、白はやめておけ。何食いに行くんだ。それもそうだし、なんか今日のおすすめね、なんか気になる話多いんだよ。父親のフォルダとかすげえ気になるし、どれかな、生放送ってやつ、これせっかくだからね、これ見ようかな今日は。まあ俺生放送はしないんだけどね全然。りょうた、暇だから動画サイト巡回してたんだけど、やっぱ深夜だからかな、あんまり面白い生放送がない。動画サイトっていうか、まあ生放送ね。はい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 。生放送より動画見ようぜ。はい、こうすけ。まあ日付も変わってるしな、むしろ深夜こそさ面白い放送あんじゃないの。俺の感覚だとそれぐらいの方がなんかディープなね、いい放送あるような気がするんだけど、普通は明日も仕事とかだろうし、ああ平日なのね、平日だったらね、うん。ていうか俺らも学校じゃん、寝ろよ。まあそうだけど、寝れないもんはしょうがないだろう。うん、動画見ちゃってもしょうがない。富士工房って知ってる？ダメだ。何が？今開いた生放送もつまんない。何？どういう生放送みたいの？ただ街中歩いてるだけ。ああそういう放送もね、まああるはあるだろうけど、何を求めてんのじゃあ亮太は。それは確かにつまんなそう。まあ放送する人によるわな。あ、いっそお前が面白くしてやれば。ああやる側に回る。はいはいはい。どういうこと？なんか適当に指示でも出してさ、あ面白くしてやるね。はいはいはい。コメントでその放送してる人に指示出すんだ。なるほどね、面白いことをさせればいいじゃん。ちょっとそれ面白そうかもしんない。悪いことしてんな。とりあえずやだな、これで放送主さ踊ったりしたらやだな。踊んなよ放送主、発想が貧困すぎる。急には思いつかないって。で、あ本当に踊ったんかよ。いやサービス精神があると、いやそこに収まる話なのそれは。まあでもその人の、その放送してる人のスタンスが分かんないから何とも言えない。何これ、めっちゃ考えちゃう。深夜の街中へ突然のダンス、これは通報、まあ通報までは別に行かないだろう。まさかやるとは思わなかった。やめろよ、エスカレートすんなよ。うん、タチの悪い放送だぞそれ。もっといろいろやらせてみれば。いやーやめろよ、なんか俺こっち側の人間だからすごい嫌だ。どんなのがいいかな。そこはほら、自慢の悪事を働かせろ。自慢したとねえよ。でもな、多少は過激な方が面白いよな。やめろよやめろよ、そういうことするからネットのモラルは低いって言われるんだよ。俺は誰に言ってんだ。加減はしてやれよ。犯罪とかシャレにならないからな、そこは本人次第。まあそうなんだよ結局ね、コメントはまあ自由だから、やるかやんない、それをね配信するかしないかはね、その放送の次第。15分後何が起きた。気づいたんだけどさ、こいつもしかすると、え、うちの近くにいるかも。え、マジ？そうなの？なんか見覚えがあるなーって。道とか家とか。わー、マジか。なるほど。外見たらいたりしてな。あり得る。いるんじゃね？いるんじゃね？お、おらー、これ絶対いるって。この家知ってる。前に説教してきたじじいの家だ。お前何したんだよ。あー、歩きスマホしてた時か。はは、そんなことあったな。よし、いたずらさせてやろう。マジで？あ、そのじじいの家にいたずらさせるってこと？やめとけって。内容どんな感じ？自分で考えさせる。はあ？そこは人任せなのか。なんだよ、りょうた。こいつ一番立ち悪いな。責任とか取りたくないじゃん。くずー、コメント増えてきてるから、お誰かがいい感じの思いつくかもだし、あくまでね、自分はね、責任持たないと。やばい、どうした、何やらかした、次は。車パンクしたぞ、こいつ。マジかよ、もう犯罪いっちゃったわ。そしてもう放送載ってるから、もう証拠もある。終わった。はい、終わり。この放送終わり。ざまあじゃねえよ。お前がもともとはなんか踊らせたからじゃないの？コメント伸びて、来場者増えて、エスカレートしたんじゃないの？
え？それマジ？そろそろやめた方がいいんじゃ。別に平気だろ。何が平気なんだよ。ああ、捕まるのこいつだし。わあ、悪い。悪い視聴者。指示出したのも俺じゃないし。ああ。そうかもしれないけどさ。やりすぎだろ。ほんとだよ。そう言われてもな、それ見て楽しんでる方もどうかと思うな。もう俺が止められる感じでもない。ああ、もう盛り上がってる感じ。ああ。閲覧者増えまくってるから。大丈夫かよ。あ、まだなんかあんの？うちの家が映ってる。はい、来た！なるほどね。はい、そうなるわけですね。窓の方行ったら俺映るかも。映んなよ、お前。マジで映んなよ。めんどくせえぞ。やめといた方がよくね。お前の家も、そう、それだよ。いたずらされるんじゃ。絶対そうなるって。絶対そうなるって。あれ？あいつなんか持ってる。え？何すんの？なんかって？なんだろう。バル？バル？さっき車に使ってたやつ。それどうすんの？それで両端ってどうすんだよ、そいつ。絶対やばいって。コメントも盛り上がってんじゃないの？やめさせた方がいい。コメントが多すぎる。俺のなんか見てないっぽい。うん。やばい。え？そんなの見たことねえよ。見ず知らずの家を襲えなんてコメントする方法そう。あるわけねえだろ。指示が。はぁ？終わったし。まあ、時間短そうだし、せっかくだから、最初にちょっと気になった。白をやめておけ。こっちに読もっか。なんだろう、カレーうどんの話か？翼くん。ついにやったぞ！大輝！どうしたんすか？え？スナップオブザデイ東京に俺のインスタの投稿が取り上げられたんだよ。ああ、なんかすごいサイトなのかな？え、マジっすか？ SODJ にリポストされるのマジやべっすよ。翼さん、マジパネ！いやー、なかった、ここまで。ワンチインスタで SODT をタグつけて、私服アップして。マジすげえ、すごいっす。マジで、はい。俺のインスタでもファンが結構増えてさ。フォロー何人でしたっけ？ 2.3 万。あ？マジすげえ、パネ、有名人。俺も真似して毎日上げてますけど、これ完全にこれ負けっす。はい。まだまだだな。毎日コメントくれる人とかいるんだよ。なんかやだなこれ。鬱陶しいな。ん？ IMFN I'm fan I'm fan 83771って人とか。もう覚えてんっすね。毎日絶賛してくれるからね。スニーカーとアウターの色の組み合わせが最高とか。トップス同じやつを思わず買いましたとか。うん、完全にファンじゃないっすか。すっげえ、やっべ、ああダメだ。こういうノリで合ってる？ただアイムファンなんだかんだかってさ、俺が白いトップス履くとマジでキュッてくんだよね。やだな、なんだそいつ。似合ってない、似合ってない、似合って何、やだ。自分の理想通りにいかなかったらなんか暴れ出す人みたい。やめろやめろ、白やめろ、白やめろ。え、なん、ま、え、なんで、どうして、怖え、マジ怖え。よくわからんな、それっつだけは本当に。やっべ、本当だ。今見たらめっちゃ起こすよ、こいつ、マジで。な？最初はあまり過激じゃなかったんだけど、最近はコメントも激しいし、DM もしてくるからブロックするか迷う。DM もしてくんだ。それは迷いますね。でも、それ以外はめっちゃ褒めてくるんですよね。だからブロックするか迷ってるんだよね。いや、こいつ絶対やばいやつだって、お前。てか、お前、図に乗んなよ。あんまりやばかったらブロックしていいと思います。はい。じゃあ、ほっとくか。あれ？この人、俺の投稿にもコメントしますね。マジで？普段コメント見てないから気づきませんでした。あ、ほんとだ。お前のやつにも白をやめろって怒ってるな。え、誰にでも見てんじゃないの？なんでこんなに白は嫌いなんだろう。
あ、俺は面倒なんでブロックしておきますわ。うん、俺はね、そういう男だから。あ、よろしく。そうした方がいいよ。したしたはい。俺今日の服白いからまたアップしたらなんか言われるんだろうな。そんなビビるぐらいならもう見るのやめたら。数時間後、ああ、こいつだ、アイムファン。今日も白服着てるじゃないですか。あんなにやめろって言ったのに。あー、返してるコメント。なんでそんなに白服着られます嫌なんすか。足立を虐待した男がいつも白服を着てました。関係なくない。あー、見ると怒りをコントロールできなくなるんです。知りませんよ、正論。あと DM はしないでくださいってお願いしましたよね。しかも後輩のインスタにもコメントしてるし、もうやめてください。あなたが悪いんですよ。注意したのにまだ今日も白いシャツを着るじゃないですか。そんなのこっちの勝手でしょ。うるさい、早く脱げ。マジこいつおかしいな。なんだマジで。ほっておいてください。脱げ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 。脱いで何なんだよ。脱いだって別に関係ないだろう、見えないんだから。あれ、俺まだ今日の服アップしてないけど。脱がないならその色を変えてやる。あ、大輝、やばい。警察呼んで。え、どうしますか？スパッツさん？なんすか？ビビった？なんすか、マジで。もう、勘弁してくださいよ。マジビビりましたよ。もう心臓バクってますよ、今。マジで。わりわりわり。今どこにいる？もうこれ打ってんの、絶対さっきのやつじゃん。もう、翼くんの白いシャツかなんかをもう赤く染めたんだべ？で、スマホで今これ。大輝呼び出して、それも赤く染めたいんだべ？何なんだよ。いつもの、渋谷の交差点の対面しやす。わかった、近いな。ちなみに今日はどんな服着てる？え？何ですか？白いジャケットに黒いスラックスけど。白は着るなよ！アイムファンみたいなこと言いますね。今日こいつも白だった。あんなに白やめてって言ったのに。あ、これもう、アイムファンの言葉じゃん。アイムファンネタ。コウイトのシャツは色を変えておいた。ああ、え、なにこれ、翼さん。元のシャツすげえ無地じゃん。ネタにしてはちょっときつくねえすかこれ。翼さん？いや、面白いけど、無理がある。